こんにちは、久保です。この黒髪をね、作ってきました。いや、時間ってのはね、無常なもので、毎月白髪染めないとすぐに白髪のおじいちゃんみたいになっちゃいますね。吉田さんも言われてましたけども、まあね、こうやって私今隠居してて毎日両親の姿を見るんですけども、わずかずつですけども日々衰えていくところを見ますね。もう走ることはできないし、食は細くなるし、意欲もそがれてくるんですよね。なんかね、時間ってのは本当にないなと思いました。両親も私と同じような40代や50代の頃ってのは、まだね、エネルギーに活力にあふれて、未来に希望があって、これからああしようこうしようと、老後の暮らしはどうしようこうしようっていうふうにね、まあ、いろんなことを考えてたんでしょうけどね、今は日々を生きるだけになってきたかなと思います。まあ、その中でもね、まだ私の両親なんてのはまだ体も元気ですし、それから精神的にもね、すごく若いんで、まだまだアクティブにやってる方なんですけども、それでもね、私から見ると随分年老いたなと感じるばかりでございます。それは取りも直さず30年後の自分の姿を見てるんですよね。ですので私はですね、今からですね、10年後の自分とか20年後の自分とか30年後の自分を作るために生きていかないとなと思うわけですよね。考えてみれば47歳の私も40歳から始めた自分が作ったものであり、20歳から始めた自分が作ったものであり、10歳の頃に作った自分が蓄積されて今日っていうのを作ってるんですよね。まあ、ですから過去に費やした時間が今日になり、そして今日費やす時間が明日から始まる未来になるのかなと思うわけなんですよ。さあ、そこでね、時間がないという方ね、時間がない、確かに時間ないでしょう。じゃあその時間がないっていうのは、今までの人生に時間がなかったんでしょうか、それともこれからの人生も時間がないんでしょうか。そういうふうに捉えてみたらどうですかね。今までの人生に十分時間があったんだけどもできなかった方は、これはね、これからの人生にも時間は見出せないのかもしれませんので、ちょっと苦しいですよね。でも今まで時間が十分あったのにできなかった方、時間を無駄にしてしまった方、これからも無駄にしちゃうんで、多分これからもできないんじゃないですかね。というと結局みんな時間がなくてできないということになります。さあ、そこで解決する手法があります。時間を費やしても自分のお金にならないもの、自分の余裕な時間を作ってくれないもの、これからは手を切りましょう。それが家族であり、仕事であり、何であれです。そうすると、あら不思議、時間ってできるんですよ。で、私はですね、ここ数年間ランチ会とか異業種交流会とか全く行ってないんですよ。当たり前ですけども、いやいや、会社付き合いもないです。隠居ですから何にもないんですよ。だから今朝5時42分ですけども、起きて動画を撮るじゃないですか。この瞬間私は今日もやることがないんですよ。昨日もそうでしたね。明日もやることがないんですよ。まあ、ですんで、男はつらいよをいつでも見に行けるんですよね。素晴らしい人生だな。そしてこの大好きな男はつらいよを見れば見るほど、いろんな角度から感じることがあって、話のネタになると。話のネタになれば、トラさんを見に行ってる人見に行ってない人関わらず、なるほど、そういう見方があるんだね、でもこうじゃないの、みたいなことでディスカッションが起きて盛り上がるということなんですよね。で、時間がない方の特徴はどうでしょうか。男はつらいよ、あ、映画始まったよね、いや見に行きたいんだけどね、なかなか時間がないよ。そのうちに公開終わり、いやトラさん見てないな、どうせテレビでやるでしょ、 DVD がって話になりますよね。で、多数派なんですよ、多分そういうふうにテレビで映画を見るとか DVD でテレビを見るとか。でも私は映画館に行ってチケットを買って、上映時間まで30分コーヒーを飲みながら、どういうふうになるのかね、ああいうふうになるのかねというふうに一緒に行った母と話し合う時間を持てて、そして映画をバーンと始まります。感動です。そして帰り道、いやトラさんやっぱりよかったねと、こうだよね、ああだよねって、これ次の作品やるのかなと、みんな年取ったよね、あの人もこの人も死んでしまったよねっていうふうに語らいながら、帰り道30分の帰路に着くわけですよ。このストーリーが人生にあるのか、それともね、この男はつらいよって映画を、はい、90分の映画です、 DVD 借りてきました、見ました、もしくはインターネットで配信されました、見ました、テレビで放映されてました、見ました、終わり。さあどうでしょうか。私はね、映画っていうのはわざわざ無駄な時間を潰しに行くもんだと思うんですよ。それは行く時間、待つ時間、帰る時間、そして思い出して語らう時間、いろんな時間が関わってくるんで、映画2時間ものだとしましょう。その2時間ものの映画を見るために半日以上潰れるんですよね。そして
映画があるということに対して会うたんびに、いや映画楽しみだねみたいな感じでワクワクが思い出になっていくんですよね。そして映画を見終わった後もそのワクワクと名残惜しさと思い出がずっと私たちの人生に残っていくんですよ。そうでしょう。映画一つとっても時間をかけることによってものすごく豊かな時間に変わっていくんですよ。ですんでね、自分の意にそぐわないものに時間を費やしている方、早くやめた方がいいですよ、ね。私は麻雀店を経営してました。やればやるほど赤字です。どっから見ても旗から見てもそんなやめりゃいいじゃんって話よ。やめました。やめたらどうなったか。やればやるほどお金がなくなるもの、時間がなくなるものがなくなりました。私の人生から金輪際永遠に。どうでしょうか。隠居ができるわけですよ。 いいですね。だって麻雀店やってたら毎月100万借金ができるわけですよ。100万の借金どうやって返すんですか。100万円を分割で返そうかなと思っても、次の月にはまた100万の借金ができるんですよ。2ヶ月で200万ですよ。10ヶ月で1000万ですよ。どうやって返すんですかって話になってきますよね。無理なんですよ。同じように今お勤めの会社にいてどれだけ時間が作れますかと、逆に時間なくなってるんじゃないですかと、1年でどれだけ時間を失うんですかと、5年でどれだけ時間を失うんですかと、10年、これから先の10年でどれだけ時間を失うんですかってことを考えたら、あまりにももらえるフィーが、利益が低すぎると思ってるからこの動画見てるんでしょ。だったら私の言う通りやるしかない。吉田さんの言う通りやるしかない。極端にね、会社を辞めてやるとは言いませんよ。でもその時間がないという、その時間のない中でなんとか取り分ける時間を1日5分でも作ってやるべきかなと思います。それでは動画のまとめに入っていきます。稼げない稼げないと言ってる方、今年も稼げなかった方、なんでなのかお伝えしましょう。それはですね、売ってないからなんですよ。12月30日31日自分の商品を売ればいくらかになると思います。でもね、そもそも長い時間生きてきて自分の商品すら持ってないと、まあ、売上上がるわけないじゃないですか。自分の商品ね、ないでしょ。で、自分の商品があるっていう方、目の前の人に売ってますか。目の前の人に買ってください。もしくはこの動画説明欄にこんな商品があるんですけど買ってください URL やってますか。私は吉谷さんはこの動画ね、毎日更新してます。ということは毎日コメント欄に書く権利があるわけですよ。吉谷さんはコメントね NG にしてるかもしれませんけども、私の動画ってのはコメント欄いくらでも書けるわけですよ。コメント開放してますから、そこにセールスしてきてくださいよ。セールスをセールスするか、久保さんこれを紹介してくださいってやってください。やってますか。セールスしてないんですよ。だからこういう風なのを無駄な時間って言うんですよ。見るだけ終わり、無駄な時間。映画を見たらその映画の良さとかね、懐かしさとか悲しみとかっていうのを誰かとねディスカッションするとその人との思い出が増えるじゃないですか。でも見て終わり、一人の世界なんですよ。そうじゃダメです。コメント欄にこれを売ってくれ、この話題を出してくれ、俺の動画を紹介してくれぐらいの気概がないとどうするんですかね。そういうことをね、いろいろやっていくと、乗っかるってことをね、ずっとこの億万長者合宿、もしくはその前のイリュージョンでも言ってきました。いや、私の人生始まった時から乗っかりまくりですよ。乗っかってますか。乗っかってますか。乗っかってるでしょうか。乗っかんないとダメですよね。たくましく私の Facebook の記事にコメント欄に、私の Facebook も見てください、私の動画も見てください、書いてください。私はもう大歓迎です、そういうの。ただ気が向かないと紹介しないですけどね。気が向くように書いてくださいね。どうしても気が向くように書くことが難しいなと思ったら、速稼塾に入って熟成になりました、僕の紹介動画お願いしますって言ったら必ず紹介しますからね。まあそういう風にしていけばいいんじゃないでしょうかね。はい、でですね、私もそろそろ速稼塾のセールスを12月31日から1月1日の間にしようかなと思います。目標金額ね、これ1000万なんですよ。今年は随分抑えてるでしょ。一晩で1000万、去年はいくらだったですかね。10倍ぐらい違いますよね。だからね、1年かけて速稼塾ってものが売れるように、私はね、長い365日のローンチをしてきたってことなんですよ。で、おかげさまで視聴者さんの中身は変わりましたけども、増えてるんですよ、ね、視聴者さんは増えてる。だから1万人になるわけですよ。まあわずかにね、1万人達してないですけど、もうちょっとで1万人になると思います。まあ1万人になったら今度は10万人を目指します。それしかないですからね、でその時にはおそらくですけども、私がね、チャンネル登録者1000人の頃に見ている人はだいぶ、ね、入れ替わって新しい1万人っていうのを作ってるでしょ。そして1万人から10万人に変わるとき、1万人の中の9割ぐらいの方は見なくなって、そして新しい方でね、10万人っていうのができるでしょう。私はそれよりですね、自分の進化と時間、こういうものに合わせて発信の内容も変わっていきますので、まあ変わらないのはやり続けるってことだけですかね。
多くの方はやり続けるってことが変わっちゃうんですよ。アウトですね、それは。アウト、アウト。だからね、時間がない人ほどやりましょうということになります。以上です。